はい、ウエスト。皆さんこんにちは。僕が先日何かで発言した、J1 のレベルが下がっているっていう件についてお話ししたいなと思います。まずその件に関していろいろこう反応をもらったんですけど、もちろん賛同もありますし、否定的な意見もありますし、それは全然ね、そういう議論が出ただけで僕としては、サッカー界にとってはすごいいいことだと思いますし、だから批判してる人っていうのは自分の好きなその J リーグっていうのをこう否定されたっていう感覚に陥っているっていう人もいると思うんですけど、まず僕自身もJリーグの発展を望んでいる方の、もちろんJリーグに関わっている人間だし、望んでいる方の人間だということは忘れないでいてほしいのと、あとは別にその昔は良かったねっていうような話をしたくて言ったわけではないです。あとは今を否定することで僕の価値を上げようっていう思いも全然ないので、同じJリーグを愛するものとして、まあ、一つの意見として捉えてもらえたらいいかなとは思います。で、まあ、J1 のレベルが下がっているというところで、まあ、いい選手になりそうな人選手たちが早めに海外に出て行ってしまうっていうのは、もちろんそれはすごい要因の一つでありますね。で、あとは長いスパンの話で言うと、まあ、今ユースの、例えば鹿島アントラーズのユースの育成に関わっている小笠原光雄さんと軽く話した時なんかは、まあ、やっぱり同じような選手が増えているっていう話をしていて、まあ、まさに僕もそれはその通りだなと思いますし、自分の個性を磨くというよりはチームが勝つために必要なタイプのプレイヤーっていうのが重宝されてきて、でその評価の中でやっぱりそこに当てはまっていくために選手も同じような方向性の努力をしてしまったのかなっていうのは一つあるかもしれないなっていうのは僕も思いました。まあ、小笠原光雄さんはやっぱりそういう中で個性を伸ばす、個性を持った選手を育てたいなっていう話をしてたので、鹿島ユースから出てくる選手たちにはすごい期待したいなっていう思いでいます。あとはですね、まあ、全てのレベルが下がったっていう話ではなくて、やっぱりその求められる評価をされる能力っていうのがフィジカル的なところに寄ってきたっていうのも一つ要因にあって、でそこの能力っていうのは確かに下がってないというか上がっていると思うんですよね。そのインテンシティだったり強度のところは上がっていると思うんですが、その強度を前面に押し出して戦っている、まあ、去年のヴィッセル神戸だったり、まあ、今の町田ゼルビアだったり、そういうチームがこう上位で優勝に絡んだり、去年は神戸が優勝したりするっていう中で、その強度とかフィジカル的な強さを技術的にこうかわす、いなす、そういうプレーが、まあ、少し減っているというか、そっちで勝てなくなっていることに対してやっぱり思うところはあるかなという感じですね。ただそこはこう選手だけの問題ではなく、スタッフだったり強化だったりチームとしての評価っていうものがそっちにかなり傾いている状態なので、まあ、そういう選手が重宝される中でそういう選手になっていくっていうのは自然の流れなので、ね、選手も試合に出るために評価されるためにそっちに行くっていうのはしょうがないことだと思います。あとはまあその僕が思うサッカーがうまいというかレベルの高いプレーっていうのと、まあ、皆さんが思うレベルの高さっていうのが違う可能性っていうのはもちろんあるし、それは人それぞれなので、まあ、そこも含めて一つの意見として聞いてもらえればいいかなと思います。で僕の思うそのレベルの高さっていうのはやはり先ほども言ったように、まあ、そういったフィジカル的な強さだったり速さだったりを味方も含めた連携として
まあ、いろんなタイミングだったり目線だったり体向きだったりそういう技術的な部分で上回る、そういったところに、僕はレベルの高さっていうのを感じるので、まあ、少しそういう部分では下がっているのかなっていう感覚はありました。で、まあ、この動画を撮る前日に鈴木優馬とちょっとお茶をしてこの件に関しても話をしたんですけど、まあ、僕は今ね J1 ではもちろん J1 でプレーしていないので、まあ、逆にそれを J1 を外から見ているっていう客観視をできるっていう部分もありますし、そこで感じた部分もあったのでそういう発言をしているということと、あとはまあ実際に J1 で今戦っている鈴木優馬とも話してみて、まあ、彼自身も僕と同じような感覚のところで言うならやっぱりレベルは下がっているという話をしていて、ただそのフィジカル的なところだったりインテンシティだったりそういうところは上がってますっていう話をしてたんで、まあ、確かにそれはそうだなっていう話を2人でしましたね。ただその世界的に見てもそういうチームはもちろん多いし、全体的なインテンシティっていうのは上がってきている中でも、大体優勝するチームっていうのはそのフィジカル的な要素を、まあ、前面に押し出すというよりはそれをさらに、かわす、フィジカル的なことができる中でもそこをしないで体力を使わずにもサッカーができるというそういう戦い方をしているチームが優勝しているとは思うので、まあ、J リーグもそうなっていくべきというか、以前のようにそういう部分も評価されるべきかなとは思います。もちろんそこには段階だったりもあるかもしれないんですけど、どちらかに偏ることもなくサッカーという競技をやる方も楽しく見る方も楽しくするためにはその辺の考えが必要なのかなっていうふうに今考えております。まあ、当たり前の話をしたような感じなんですけど、J1 のレベルが下がったっていう、発言の裏というか、まあ、発言をに付け加えるならばこういう感じかなと思います。ちなみに、まあ、J2、J3 全体の、平均値でいうとかなり上がってるなっていう印象はあって、まあ、実際に僕も J3 でプレーしていますし、鈴木優馬とも話して、まあ、天皇杯とかで J3 にやった時に、まあ、昔より苦労するという話も出ていたので、そこはやっぱりフィジカル的な部分でサボらないというか本当にローを惜しまないプレーができる選手が多いので、やっぱりそういう選手が多いとその J1 のチームでも苦労するなっていう感じです。はい、そんな感じでした。以上です。ありがとうございました。